この最後の勝負は 0.1 も落とせないところですので、はい、ああいったミスが非常に、まあ、大きく響いてきますね、はい、さあ内村航平、来年のリオデジャネイロオリンピック代表がすでに決まっています。そこに向けてもこのチャンピオンになった、金メダルを取った鉄棒は D スコア構成は 7.1、 その時のままで通し切って完璧に終えて、来年のリオデジャネイロオリンピックでメインポールに日の丸を掲げるこのシナリオを完成させたいと話していました。今何か口にしました。意を決して、いよいよ内村が鉄棒に臨みます。しっかり演技してもらいたいです。最初は真の小鉢、しっかりといい位置で完璧な形、はい、ベストポジションですね。してカッシーナ、カッシーナ持った、はい、ここは課題でした。すごいいい位置ですね。世界チャンピオン個人総合、そしてこの鉄棒、ボールを決めた、はい、いいです。レフランド、さらに悲願だった団体金メダルも取ってみせた世界チャンピオンの内村航平、ここまで完璧ですね。さあ、あとは着地を決めて世界選手権以上の内村航平を見せられるか。止めてみせた、場内すべての人の拍手を今その一心に受けています。減点するところ見当たりませんね。日本男子強化本部長の水鳥久志さんも思わずうなる内容、そして中退生だった上松浩二と抱き合って田中雄介とも握手を交わしました。文句のつけどころがないですか、はい、この離れ技持つ位置がすごく完璧ですね。いい位置で持ってますね。まさかまさか。さあサイドからご覧いただきます。特別にカメラを設置しました。いかがですか。はい、本当にこのカッシーナ自信はあると思うんですけど、まあ、もう一度ここでやりきったというのは本当に力がありますよね。グラスゴーに置いてきた宿題、これをしっかりと